ティーコマスターってこんにちは。ラックチのサッチ料理教室をしております藤野幸子です。今日もお越しいただきありがとうございます。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理お菓子パンをご紹介しております。今日はじゃーん、はい、こちらパセリです。イタリアンパセリとそれから、日本のパセリがあるんですけども、こちらこれを使いまして今日はふき味噌じゃなくてパセリ味噌作っていきたいと思います。おにぎりとかにね塗ったりとか、お肉やお魚にね塗ってもとても美味しいので、今日はねおにぎりにしてみようかななんてちょっと思ってるんですけども、それではパセリを大量に消費したい人はぜひぜひね見てくださいね。とっても美味しいです。そして目にもいいんですよね。はい、それでは始めていきたいと思いますが、ちなみに私はラクチナサチという料理教室をやっております。そちらでは対面とかオンラインのレッスンをね皆さんと楽しくやっておりますので、こちらでご紹介してないようなねレシピも詳しくご紹介しております。ご興味ある方はですね LINE アットがありますので、そちらの方からね、見ていただけると美味しい情報も届きます。それでは始めていきますね。はい、今日はねたくさんあるんで どれを使おうかな。まずはねこれ日本のも入れちゃおうかな。一種類だけでも大丈夫ですよ。そうだ、ちょっと何グラムかねみんなにお伝えするから測りますね。とりあえずよっ、これとっても便利です。谷田さんのね、はい、では今日は葉っぱのところこのだけね使っていきたいと思います。はい、たくさん作っていこう。おー、なんかすごいいい香りです。イタリアンパセリもあるのでミックスしちゃいたいと思います。はい、こんなにありましたよ。いや、これをねこれからみじん切りにしていきたいと思います。それからこちら、これパセリの茎です。これはね例えばスープの時にねこう入れたりとか、あとはパスタをこう作る時にソースの中に入れたりとかねできますので、ね、これは冷凍して取っておきたいと思います。この袋の中に入れて取っておきますね。ゴムで留めて、まあ、ラップでもいいかなって、こうやってねもう簡単に冷凍庫に入れておきます。できました。こんなにざっくりね、あんまり細かくなくても大丈夫です。お味噌入れます。を入れます。みりんも入れよう。三河みりん美味しいです。オリーブオイルです。
パセリ加えます。だいぶしんなりしてきました、お味噌を加えていきます。はい、こんな感じになってます。そしたらお砂糖を加えていきたいと思います。ありがとう。味を見ながら、甘めにします。味にします。こんなに小さくなっちゃったよ。よいしょ。はい。はい、完成しました。パセリ味噌ですね。こんなに小さくなっちゃいましたね。はい、それでは引き続き今度はね、おにぎりにね、ちょっと乗せてみたいと思います。焼きおにぎり、焼きみす、み、ん?焼きパセリ味噌おにぎり作っていきますね。引き続きね、ご覧くださいね。はい、それでは塗っていきたいと思います。それでは魚焼き器に入ります。オーブントースターでも OK です。OK です。はい、完成しました。パセリ味噌、パセリ味噌の焼きおにぎりでした。それではいただきます。その前にじゃん、はい、オリーブオイルです。と思うかもしれないんですけどね、これがね非常によく合うんです。いただきますね。はい、ちょっとたらりと、でも大丈夫です。こちらはですね、ちゃんとしたオリーブオイルなので、ちょっともし精製したりあるものだったら、もしかしたらかけない方がいいかもしれませんね。はい、それではいただきます。おいしい、うん、ちょっと甘みのあるお味噌とですね、そしてこのパセリのなんともにこう爽やかな感じですね。これがちょっと感じられる、すごく美味しいです。そしてオリーブオイル、これもね
何とも言えないこの爽やかさと、そしてですね、なんかこう甘みっていうんですか、まろやかさですね、加わってとても美味しいです。はい、ということで、今日はパセリ、余っちゃって困っちゃったっていう方にね、ぜひおすすめです。よかったら作ってみてくださいね。はい、それでは、こちらのチャンネル、面白かった、そしてためになったということは、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。次のチャンネルでもね、お待ちしております。ありがとうございました。チャオプレスト。